僕らは正反対だ。そうだね、正反対だね。みんな僕のことを地味なクラスメイトかそれ以下にしか思ってないよ。言わないよ、言うような相手もいないし。友達いないの？私が残りの人生で一緒に遊んであげようか。だから結局君にしか頼めないよ。話しかけられたり詮索されたりするのは嫌なんだね。私たちって喋ったの初めてじゃない？女の子に興味あるの？僕が君にできることはあまりないと思うよ。君はもうちょっと人と接しなさい。君はきっとただ一人私に真実と日常を与えてくれる人なんじゃないかな。桜が春に咲く理由知ってる？君に話しかけてよかった。僕は君に出会うために生きてきた。劇場アニメ君の膵臓を食べたい9月1日公開。